本日も、霊夢と陽夢の話題のチャンネルにお越しくださり、ありがとうございます。本日の担当は、ボカロゆっくりの、東北ずんこです。よろしくお願いします。そして、いつも張り切っている、ツッコミ隊の霊夢さんとマリサさんです。毎度ナマステー。ツッコミ隊の霊夢です。毎度ナマステー。同じく、ツッコミ隊のマリサです。よろぴくぴくねー。じゃ、くだらない挨拶も済んだので、早速今回のメニューをご案内いたします。最初のニュースは、日経新聞世論調査、韓国、日本が嫌いな国3位。二つ目のニュースは、AI 導入で、人、が不要になる仕事、金融業界は戦々恐々、コンサル営業は不要に、厳しい組織改変ありそう。まず最初のニュースは、日経新聞世論調査、韓国、日本が嫌いな国3位。それじゃ早速、行ってみましょう。お姉さん方、ニュースの本文に行きますけど、ちょっと待ったー、は、スルーでいいんですか？おう。嫌いな国の3位が韓国ってことだろ。ま、後で、突っ込むわ。そうするわ、1位でも3位でもどっちゃでもええねんけど、うちら、わら。はい、わかりました。せっかくの調査が、台無しじゃん。じゃ記事の本文に行きます。韓日関係がギクシャクする中、日本で韓国を嫌う有権者の割合が上昇したことが把握された。日本経済新聞が、昨年10から11月に実施した、全国18歳以上の男女を対象にした、郵便アンケート調査で、国、地域に対する、友好意識を確認した結果、韓国に対しては、回答者の 66% が、嫌い、と答え、北朝鮮 82%、中国 71% に次いで、嫌い、な国、地域3位を記録した。前年の調査でも、韓国が嫌いという回答は3位だったが、韓国に嫌悪感を持つ人の割合は 61% から上昇した。クリル列島をめぐる、領土問題があるロシアは、53% で嫌いな国、地域4位に上がった。これに対し米国、フランス、英国はそれぞれ 69% の選択を受け最も好きな国に選ばれた。憲法改正に賛成するという意見は 53%、反対するという意見は 42% だった。憲法に自衛隊の存在を明記する構想に対しては、65% が賛成し、30% が反対した。次の国会議員選挙で投票したい政党1位は、現在の政府与党である自民党 45% が挙げられた、最大野党の立憲民主党が、18% で後に続いた。安倍内閣を支持する回答者は、39%、支持しない回答者は、27% だった。回答者が最も信頼する日本の組織、団体には自衛隊 60% が挙げられた。最も信頼できない組織、団体は国会議員 46% とマスコミ 46% と調査された。今回の調査は、昨年10から11月に、日本全国の18歳以上の男女を対象に実施された。一部質問項目複数回答で、回答率は 55.9% だった。ソース中央日報日本語版、2020年1月12日。この記事って、日経新聞の調査結果を、中央日報が日本国内向けに、報じたんだな。そうみたいね、日本語版だし。あっちでは、私らより他に、嫌いなとこあるんだって感じじゃないのか、わら。でもさ、日本人の感覚だと、特は特定アジア、一括りで、問題ないと思うんだけど。だって、特はってどこも同じ反日でしょ。そんな国に好意なんて持てるわけないじゃん。まあまあ、日本にも東大出身のお偉いさんでも、徳は大好きな先生、いるからな、わら。ああ、あの東大名誉教授の W 先生ね。その他にも、大学以外のお偉い人に、徳は大好き先生いっぱいいるじゃん。そういう人たちが、明日の日本の未来を暗くしてると思うけどな。で、66% が韓国が嫌いって結果で、中華 71%、北が 82% に次いで、3位でホルホルしてんだ、わら。でもさ、
これとクアって一括りにしたら、99% ぐらいになるんじゃね。その次はロシアの4位でしょ。 99% はいかなくても、90% は超えるかもしれないな。で、憲法改正賛成が、53%、反対、42% か、微妙なとこだな、やっぱ。これでも、3分の2の、66% 超えてないって、日経自体が、言いたいんじゃないの。どうも、日経の世論誘導のような気がするな、くさ。信頼できない組織団体に国会議員、46%、マスゴミ 46%、って結果だけど、国会議員の 46% は野党の奴らのことだよな。あとマスゴミ、46% って、持ってないか？ネット民への調査だったら、80% ぐらいいくと思うけど。それと信頼できる組織、団体に自衛隊、60% って、意外に少ないかなーって思うけど。まあでも、その辺が妥当な数字のように思うけどな。それじゃ、ネットの反応をお聞きください。日本人が嫌いな国は、得は全部。好きが何パーセントなのかも、気になるところ。なんで1位じゃないんだ。半島人ってだけで無理。へぇ。徳屋が独占だが、韓国がトップじゃないのが不思議だわ。そりゃこの1年で、疲れる理由が一つもないのに、嫌われることしてるもの。むしろ一番嫌いでないことに、老孫さを疑うくらいポジティブな話題がないぞ。南が中国を抜くのも、相当いい話じゃないだろうな。ロシアが嫌いな国上位に来ないのは、エセ。特筆することはない気がするが、数値が上昇しただけで、嫌ってるという基調は変わってない。すげえな、徳屋のワンツースリーフィニッシュとか、来年やったら半島のワンツーになるな。このスリートップが鉄壁すぎるので。知れば知るほど嫌いになる国だけど、まだ興味がないという人間が、結構いるのだろう。面倒だから品北韓は同率1位で。まあ、基本、日本人は反日の国は、みんな嫌いだよ。そういうこと、疲れたけ反日やめろってことだよな、わら。それじゃ、次のニュースに行きます。AI 導入で、人、が不要になる仕事、金融業界は戦々恐々、コンサル営業は不要に、厳しい組織改変ありそう。自動車の自動運転や、囲碁で人間を打ち負かすロボットなど、近年の AI、人工知能、技術の発展は目覚ましい。人間の知的振る舞いの一部を人工的に再現する AI は、いずれ人間の頭脳にとって変わり、多種多様な仕事をこなすようになる、という見方も強い。企業の AI 導入が進めば、やがて働く、人、が必要なくなる時代が来るかもしれない。企業口コミサイト、キャリコネ、にも、AI の台頭に、危機感を持った人々からの口コミが寄せられている。集約。現在は、多くの業界で人手不足が慢性化し、人材を欲している企業が多い。そのため、人材派遣や紹介業に需要は高いと言える。しかし、人間がやってきた仕事を AI が変わるようになれば、当然、人、は必要なくなる。人手不足が解消されるのと引き換えに、人材紹介というサービスは、価値を失いかねない。人材業界は、ほんの一例に過ぎない。自分の仕事は、AI 中心の社会になっても必要とされ続けるのか、今一度見つめ直しておきたい。これもう、AI の普及で、人の仕事がみんなコンピュータに取られてしまう、ってことだよな。でもさ、コンピューターに置き換えできない仕事もたくさんあるじゃん。例えば、建設現場の作業員とか、手作業でしかできない職人の技を持った仕事とか。たくさんあるって言うけど、そんなに多くは思いつかないよ、今考えたら。AI にとって変わる時代になると、労働力が半分で済むってことなんか。なんかそう考えると、恐ろしい時代の到来がもうそこまで来てるって感じだよな。車は、自動運転でしょ。そしたら、交通機関なんて、整備とかメンテ以外の労働力、いらなくなるよね。金融関係なら、もっと減らせるんじゃね、営業以外はいらねえし。ネットなら、営業もいらねえじゃん。なんかさ、これからの時代は、ニートが増えそうな予感がするよね、わら。それじゃ、ネットの反応をどうぞ。事務系は派遣すらいらないな、AI で賄える。免許センターの受付とか、視力検査係とか、いろいろあるだろ。AI 大国になるのはどこ？
公務員もいらんだろ。AI で銀行業はなくなるかも、当然交通もそうでしょう、そもそも人間がいらないのかも。日産の社長も AI でいいだろ、AI なら温情にとらわれず、ビシビシとリストラしてくれるぞ。証券マンとかマジでいらない、英語も話せないのに、外国株やら、外国債券やら進めてくる。高齢化社会で、機械を使えない老人対応だけが残されて、他の手続きは機械化されていくだろう。先に裁判官を AI にしてください。すでに人事評価 AI って実用化されてるらしい、マジで人事部いらん時代になるわ。調剤薬局はいらないよ。自動販売機で十分。文系の仕事が次から次へと駆逐されていってわろた。タクシーの自動化さえ、20年以内には無理だろ。AI 補助が一番必要なのが医療業界、AI に置き換えが一番必要なのは裁判官。すべの AI は、かなりの馬鹿だよな。そうそう、ウプする動画の 90% は、即制限かけやがるよな。それでもって、人による手動審査だと、制限のかかった動画の 80% ぐらいは、セーフ判定なんだぜ。マジで、つべの AI は、私らのような政治系クリエイターにとって、迷惑千番の機能でしかないんだよな。つべも、こんな中途半端な AI 導入は、時期尚早だと思うよ、マジで。もっと完成度を高めてから採用しろって言いたいわ。だな、じゃあ今回は、この辺でおしまいです。ご視聴ありがとうございました。